小説利休になった日第30話。前回までのあらすじです。ふと目覚めると千利休になっていた。ここは1590年の京都。平成時代から何人もの人がこちらに来ているという。秀吉の茶会での件や千宗恩との喧嘩など初日から問題が続く。千利休になって3日目の朝が訪れた。昨日、細川邸で学んだ茶道の基礎を復習し、蕎麦屋で一般常識を学ぶ。なぜか宗恩は不機嫌な様子。今日のおまけは、雲台についてです。第1章、千利休としての船出。第3節、千宗恩。第 3-2 節、筆と硯と墨と紙。雲台、宝書紙、硯の方々について。細川は少し考える素振りを見せた。細川、さて、宗恩殿に外出の際は誰かに言づてするよう言われたのでしたら、こういうのはどうでしょう。利休殿の家には玄関近くに雲台があります。その上に出かける旨を紙に書いてから出かけられては。私、雲台？細川、雲台というのは幅三尺。奥行き1尺5寸の机で、正式には二月堂直堂机と言います。東大寺二月堂の直堂で使われたものです。東大寺二月堂は室町時代の建物で、北半分が参籠所、南半分が直堂、その中間の通路を祭殿と呼んでいます。直堂には、びんする尊者像と海底模像が安置されています。利休殿の家の分台は、玄関にあるので、茶会の際、出席者に名前を記載してもらう褒名帳や、茶会に出す道具を書いた会記、家の主が留守の時に訪問客がことづてを置く机として利用されているものです。私、そういえば家の入り口にありましたね。室内にも同じような机が多数あって、昨日は宗恩と食卓として使ったので、てっきり玄関の机は片付けずに置いてあるのかと思いました。細川、雲台は食事のほか、写経、手紙を書く、茶入れに抹茶を入れるなど、机として様々な場面で用いるので、利休殿の家に限らず、普通は複数の雲台を持ちますね。私、今、雲台に紙は載っていないので、宗恩にことづてするとなると、紙を探さないといけないですね。細川、返しで良いのでは？和紙は貴重ではありますが、利休殿はたくさんお持ちです。わざわざ巻紙や宝書紙を使う必要はないでしょう。私、宝書紙というのは何ですか？細川、宝書紙は構造原料とした厚手の紙で、構造紙にトロロアオイの根や白土などを混ぜて、より強度と厚みを増やしたものです。室町時代にはすでに好かれています。宝書紙という名の由来は、室町幕府がこの紙を公文書として用いたことから、命令書の宝書用の紙、宝書紙と読まれるようになります。佐渡では、宝書紙を紙釜式として、男子や身の紙の代わりに20枚から48枚を一束として四つ折りにして使えます。他にも、記念用の高槻に載せる菓子に敷く紙、風呂に風呂灰を入れる際の風呂の底に敷く紙、三方に飾りを載せるときに垂れるように敷く紙として用います。寝台室に中継ぎを載せる際に使う場合や、茶歌舞伎の記録、短剣の台箱の上に四つ折りにして敷く、名数宛ての紙で、墨台で墨を組む際の紙、褒名帳を自作する場合にも使えますな。それと、茶会で菓子が数種類出た場合、亭主側から宝書紙を出し、客が宝書紙に菓子を包み持ち帰らされることもあります。それから、私、細川殿、宝書紙の使い道、十分に理解しました。では、宗恩には返しに何か書いて出かけることにします。この時代、鉛筆はありますか？細川、ありません。筆で書きます。私、筆というと水彩画か何かですか？細川、何かを書く場合、この部屋の分台にある文房四宝、筆、墨、硯、紙の4つが基本です。さて、この筆は割と新しい、書きよさそうな小筆ですね。この小さくて黒いものは墨といって、菜種油やごま油の油塩や硝塩から採取したすすを香料と煮皮で練り固めたものです。
こちらの大きくて黒い台は硯と言います。なんとこれは小泥剣ですな。自然石から削られただけなのですが、桃山時代どころか昭和時代までその製法が分からず、小生小泥剣の製法書として黒魔術が書かれているところから話題となっている品です。この小泥剣を使われているとは利休殿らしい。細川は長泥剣を興味津々と見始めた。しばらくして書くものの説明が続けられた。細川、硯の上部にくぼみがありますね。池と言いますが、ここに水を入れて落腸の部分で墨をすると墨汁になります。墨汁を筆につけて紙に書けば字が書けるのですが、筆につける墨汁の量が少々難しいかもしれませんね。後で書道の練習をしてみましょう。それと紙の他に砥石もありますね。砥石は方々を立てるものです。硯は使っていくうちにすり減るので、この砥石を使って剣面を研ぎます。このように剣面に光を当てると細かく光る粒が見えますね。これが方々です。この方々の立て方が強いほど墨は早く擦れるのですが、あまり方々を立てすぎると石質が出て良くないですし、立てないと墨が擦れません。今ちょうど良い方々の立ち方ですね。細川は私に硯を手渡したので、私は硯の角度を変えて方々の立ち方を覚えようとした。細川、安心してください。今後は私が方々を立てましょう。光の加減や墨の色に変化が出たら言ってください。私、助かります。私は細川と茶道の特訓を続けた。一通り拝見の所作を覚え、足運びも割と様になってきた頃、書道の練習もし、細川は帰宅していった。いかがでしたでしょうか。今日は文題について説明したいと思います。まず、机という言葉ですけれども、日本書紀に書かれています。で、食べ物を入れた食器を載せる台のことを指したんですけれども、やがて物を載せる台全般を机と呼ぶようになります。で、その頃ですになりますと、その机の中でも本を読んだり文章を書いたりするものを踏み机または譜机と呼ぶようになってきます。で、文台というのは平安時代になってからですね、出てきます。儀式や歌合わせ、あと、石典と読みますけれども、こういうもので、黒漆塗りの四脚の台で、歌ですと、詩歌を、歌とかのを記した懐紙を載せた箱ですね、それを載せるために用いたようです。後にはすずり箱の蓋を仰向けにして文台の箱の代用とする場合もあったみたいですけどね。それとこの石典というのは孔子もしくは儒教ですね、それの戦士を祀る、儀式というのがあるそうで、それのようにそれ用に使う、机ですね。で、どちらもかなり背の高いもの、なんて言うんでしょうかね、人の高さぐらい、腰の高さぐらいまではあったようです。それから、室町時代に入りますと、今度はそういう背の高い文台が廃れてきます。で、代わって、低い台、今ですともう、なんて言うんでしょうかね、座った時に、床に座って、作業することができるような台、一番下にあるパソコン机なんかもそうですけども、そういう台が現れます。で、文台の役割としては本文でも出てきますように、筆で何かを書くとか、他にもいろいろありますね。そういったような用途で使われています。で、その後ですけども、さまざまな衣装が施されるようになります。その衣装の、一端として、蒔絵とか織物張りの、もの、それから、床飾りの装飾品なども果たしたりしたそうです。で、重要文化財ですと千鳥蒔絵文台、それから蔦細道
蒔絵文台硯箱というんですかね、そんなのもあったりしますけども、まあ図ですと松と月と雲を一応描いてみたんですけども、大理石のものにそういったようなものもあったりします。次回第3の3節、騒音との取り決めです。お楽しみに。